ここもちょっと前に来たな。あの鳥居までこっちの子で行っちゃうのか。敵かよ。あ、写真シャッターチャンスかと思ったんだけど敵だった。ジェットストリームアタックだ。あ、ここは、あ、3人同時に取るチャンスだったのに。とりあえず霊園バラ任しておこうかな。はい、ガン逃げ、隙あり、詰まってる詰まってる。あ、距離的にダメだったのか。しない方が良さそうだな、この数だと。そこだ、全員取った。今無限の一番安いフィルム使ってるから、手だけ映ってる。ボスロリ少年ニコップ。はい、振り向け。あ、しまった、子供が来てると思ったら通り抜けていった。逃げた。本当はこのまま振り向きたいんだよな。なんでわざわざ向き変えてから ZL を押してっていう。そこだ、フィルムの装填が間に合わない。これだから安物のフィルムは。90式使う、90式。ここだ、圧で全員まとめて吹っ飛ばしてやった。一人倒したのかな。あなたの記憶に触れたい。もう見たか。よし、あっちに行った。んじゃ行かない。俺はひねくれ者だからな。ちょっと敵が出ても無視しつつ、あ、出ちゃった。いたいた。弾いとこ。圧強いな。近い近い。
漏れてない。今回下から救ってくる敵が多すぎるんだよな。ただフェイタルがすっげえ難しいんだよ。ロックオンしてるのにこう下に潜られるとヘイタルずれちゃう。来たー、そこだ、吹っ飛べ。だいたい後ろに出るっていうの。来た。ここだ。やっぱこれが一番だね。あ、踊り出した。返した。あ、やっぱ終わってたじゃん。とりあえずマップをチェックして、ここの周りにはアイテムがなかったから、水出まで先行っちゃうか。水出にアイテムあるかもしれないしな。シャッターチャンスだ。誰かいる。あれ、ルート飛ばしてきちゃった。まあ、まだ近寄らない。あー、もう明らかにルートを無視してきた感あるな。ここどうなってるだろう。お、シャッターチャンスか、アイテムか。アイテムだった。あー、やめてやめて。全然食らわねえな今回。久しぶりにゴーストハンドのお仕事しました。俺仕事できたんだ。可愛い子の手掴んじゃったんだぜ。一応これで全部回れたかな。ここは前で終わらしてるけど、なんかあるかな。お、シャッターチャンスか、中か。裏かな。
ゼロ式フィルム。一応まだ一箇所微妙に回ってないような気がするところはもうないね。行こう。本当はあの後ついて回ったらいろんなところを回りながら敵と戦っていくんだろうけど、これが先に全部倒しちゃったから よし。おい、着いた。まるで厳島神社のようだ。水の中の鳥居。あらあら、あんまり行きたくないね、水の中とかって思うけど、もうここ来るまでにもう濡れてるだろう、びっしょびしょに。なんでそんな辛そうなの。捕まる寸前で、捕まる寸前で消える。あ、このシーンは飛び降りようとしたけど飛び降りれなかった。スガさんに止められた。許さない。気がついた。許さないわ。髪の毛が浮いてきましたね。イソギンチャク見て。増えるワカメを水に入れちゃいけないって言ったでしょ。また来た、倒せない人だ。また逃げた。あれはあの時待機があって、もう私たちがかなり逃げなければまた逃げた。はい、逃げよう。陸はあっち、陸はあっちだな。意外と簡単に逃げれる。いいね、逃げ道完璧に分かってるね、ユーリー。待って、置いてかないで。普通のザコも湧いた。普通のザコと戦う気にはならないね。あー、回避成功。最短距離で逃げようとしたら捕まってしまった。あー、2回目当たっちゃダメなんだ。約2分前ってどっからだ。逃げればいいのか逃げながら戦えばいいのかが分かんないんだよ。こっからだ。これ飛ばせんのか。あ、飛ばせないんだ。あ、ムービーをスキップする。ある。こいつ最悪だ。一回は当たっていいんだな、逃げれんだ。そことかダメだろう。ん？よいしょ。
よし、今回は抜けれた。そこはあかん。出る位置厳しいって。そこはね、普通の雑魚と下から来るぞ、気をつけろ。よし、抜けれた。もう待ってくれてる、優しいな。あー、あかんで、あんたそんなことしたら即死トラップは開きまへんで。さあ帰ろうと思ったら、いつの間にかロープ上のとこまで一気に戻ってきてる。早くロープに乗って帰ろう。また途中で止まるパターンか。戻りましょう、小塚田さん。ありがとう。でもルイ君見つからなかったね。近場から自分視点じゃないから見やすいよね。すごい衣装してる。触れる。スイッチオン。電話かと思った。ああ、これ止まるパターンか。どうしてここに？私も見えるから。多分あなたより見えるから。人と違う。見える人。何も怖くないよ。いいえ、あなたも怖いはずよ。一人で残されるのが。彼岸湖に消えていこうとするユーリを引き止めたミウ。親を失った過去、そして人の心を読める力、それゆえの孤独を共有し、二人の心の距離は少し近づいたのである。タラタラッタッタ。一方、未だ見つからぬヒソカ、そしてミュウの母ミク、彼女らが消えた謎の鍵を握る黒い影の女、一緒に落ちましょうという声、その意味するものとは。あ、死んだけど S だ。ヤッホー。別にね、死亡いいんだ。チェックポイントからすぐやり直せるから。これであれでね、死亡なんたらマイナスとか出たら結構辛かった。